こんにちは、ニコアミです。前の動画でシープルさんおすすめの夏糸のベスト3をお伝えしました。そのセレクトは店主さんのセレクトだったんですけれども、営業さん、あの男性の営業さんがいらっしゃるんですけれども、その方にもあのベスト3を聞いたので紹介したいなと思います。第3位がじゃじゃん、マテリアルコードです。店主さんのねセレクトで1位だったものですね。見た目に反してめちゃめちゃ編みやすくて、私はこれでバッグを作るぞって思ってるんですが、営業さんの目から見て定番、それから新商品含めて異色の存在であるということで第3位にランクインしました。このね糸の編み具合に関しては前の動画でやっているので、よかったらチェックしてみてください。そして第2位が浜中さんのウォッシュコットン、それからウォッシュコットングラデーション。夏糸の糸にしては太めで五号針でザクザク編めたりするし、営業さんが評価してるポイントとしてはやっぱり洗えるというところがいいなというところでした。夏だとねやっぱ汗かくので洗濯の回数がどうしても増えますもんね。私もねすっごい汗かきなんで、洗える糸は本当に助かります。栄えある第1位がリッチモアのカチューシャという糸です。リッチモアなのでね、やっぱりすごいいい糸ですね。一長羅が編めるっていうね、光沢がね全然違うし、肌触りもすごいなんかさらっとしてていい感じだし、なんかパッと見た時シルクみたいだなと思ったんですよね。店主さんはこれでジレを編んでいるみたいなんですけれども、なんかすごいおしゃれ一束ね700円とか800円ぐらいかな、税入れたら800円とかすんのかな、でまあそれくらい高いんですけれども、でも6玉あったらこのジレが編めるそうなので、そう考えるとあそんなにお高い糸でもないのかなというふうに思ったりしました。特徴としては見栄えよくめっちゃ仕上がるんだけど、めっちゃスルスルしてちょっと編みにくい、よく滑る糸だとおっしゃってました。ですがね、やっぱり光沢が素晴らしいですね。以上、シープルの営業さんがおすすめするツーなベスト3でした。やっぱりねプロに聞くもんだなってすごいね思いましたね。自分はやっぱりどうしても見た目だけで判断しちゃうから、セレクトする視点が全然違うので、シープルさんにお聞きするシリーズは今後もちょっと続けたいなと思っております。シープルさんどうぞよろしくお願いします。そしてシープルさんといえばオパールケイトですね。前の動画で言い忘れてたことがありましてすいません、シープルさんはねイベントとかに出店されるときは臨時休業されるので、必ずねお店に行く前はツイッターでこういう営業日カレンダーがアップされているので、ツイッターとあとフェイスブックかを毎月アップされるので、ぜひぜひチェックして行ってください。定休日は日曜日になってます。あとね、そのシープルさんっていうとそのオパールケイトしか買えないイメージあるんですけれども、直接お店に行ける方はこちらもお店で売ってるのでぜひぜひチェックしてみてください。春夏向けに、オパールケイトのコットンケイトが多分去年だったと思うんですけど、これが出たですね。で私はこの色がアハトっていう色がすごく綺麗だなと思って、このショーレットを編んだりして、これまだ動画にできてなかったりするんですけど、かぎ針で編むと柔らかいグラデーションになりますね。模様はそんなにはっきり出なくて本当に淡い感じの素敵なグラデーションが出ます。長編みで編んでもいい感じです。こんな感じで、あこうか、長編みで編んでもすごく素敵なグラデーションが出ます。もうさすがに冬のねウールの糸の新色はね出ないんだろうなと思っていたら、そんなことはなくて、じゃじゃーん、サファリという糸が出ました。
本当はもっと早く動画にしたかったんですねっていうのは、人気の色がなんかどん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 なくなっていってるらしくて、東北でこちらの色が人気で、関西ではこちらの色が人気だそうなんですね。なのですいません、動画にすんのが遅れちゃったんですけど、気になる方は早めにチェックしてみてください。靴下で編むと面白い仕掛けがあって、これアカシアの木らしいんですけれども、このアカシアの木特有のこのギザギザギザっていうシルエットがその靴下を編むと出てくる模様らしいです。まあ靴下を編んだ方のお楽しみということみたいです。あ、そうそう、この模様を見せればよかったんだ。ここのこういうところとかこういうところがこのアカシアの木のジャキジャキってなってるところみたいな模様が出るみたいです。こっちだとどれかな、ここら辺かな、このシルエットがアカシアの葉、これだと夕焼けに見えるアカシアの葉みたいな感じですかね。これすごい素敵。こっちはお昼間のなんか大草原サバンナみたいな感じですかね、そこに見えるアカシアっていう感じなのかな。ちょっとね、オパールケイトのセーターをね編んでみたいなっていう欲望がすごくムクムク湧いてきて、でそのきっかけになったことがあったので、それをねまた動画にできたらなって思ってます。定番の中にもね、卒業しちゃう糸がねあるんだっていうのをねこの前初めて知りました。こちらのねいちごっていう定番の糸が卒業するみたいです。このいちごちゃん欲しいなと思ってる方は、早めにチェックされるといいかなと思います。定番だから、あ、今度でいいやって、なんかやっぱそうなっちゃうんですよね。なんかやっぱこういう新色にパッと目がいっちゃうというか、一期一会って思っとかないとなというふうに思いました。以上、ケイトの紹介でした。そして繰り返しになるんですけれども、遠方からねシープルさんに行かれる方もすごくね多いとお聞きしたので、必ず行く前にツイッター、それからフェイスブック等でこの営業カレンダーをねチェックしてください。朝晩ねすごい温度差があるので、皆さん体にはどうぞご自愛ください。2月にねアップしようと思ってた冬物系を結構これからアップしていくので、季節外れなんですけれども、生温かく見守っていただけるとすごい嬉しいです。以上、ケイトのご紹介でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。